皆さんこんにちは、ペザーです。マズクックです。お願いします。はい、ということで、三重県五十音順名所全紹介シリーズ第4弾、今回は木でございます。で、今回来たのがこれ。急に駅やと、なんでやと、てっちゃんかと思われるかもしれませんが、そういうことではなくてですね、この近鉄宇治山田駅っていうのは結構すごい駅でございまして、あの国のですね、登録有形文化財に、指定されているところでございます。なんでかというとですね、この近鉄宇治山田駅というのはですね、1930年ぐらいに作られてから形を変えてないと、要はめっちゃ古いと、いうことで文化財に指定されているということでございまして、我々三重県民ではあるんですが、こっち方面には電車で来ないので、どんな駅か全く知らないんです。そうやな。せっかく、文化財、駅が文化財になっているってなかなか珍しいです、その駅舎を見て、この辺り古い駅の周りをね、どんなもんがあるんやというのを紹介するという、プランでございます、ということで早速近鉄宇治山田駅がどう古いのかを中入って見てみましょう、じゃあ早速行ってみましょう、宇治山田駅の、前景外観なんですけど、テラコッタでこうおしゃれに彩られているそうです、この外観も変わってないのかね。そうやな、当時から、当時というか、じゃあ早速じゃあ中の方行ってみましょう、じゃあ早速中に入ってみましょう、確かに駅っぽくはないよな、なんかあの窓とかな、おしゃれやな、古いやんか。古いままなんやろな。改修もしてないから、改修はしてる、改修はさすがにしてるやろ。このなんか有形文化財ってみたいな説明ないの、どっかに。どっかにはあるやろ。路線図、路線図、路線図ですけども、こう見ると近鉄って広いよな。宇治山田ここですね。で、我々の鉛がここです、ね、はい。これもあれですな、1930年当時から変わってない。絶対 ATM はない。ATM なかったねえでしょ。あ、でもちょっと面白いのあるぞ。お、プラレール的なやつかね。こういうの見るとさ、家に欲しいんだよ。こんなでかいのはな。でも家にあったらあったで、絶対邪魔や。絶対邪魔。テンションは上がるけど絶対邪魔。ジオラマ鉄道、伊勢神宮とかもここに乗ってるわけですよ。こっちが下空かな。たまにさ、これ動かせるやつだろうな。これ動かせる、これなんか意味あるやろか。伊勢型紙じゃね。伊勢型紙の文様やつ。お、文様見せられた。なんかあれやな、まず文化財やっていうから来たけど、特にやな、文化財っていうなんか書いてるやつがないんやな。まずこれがあれですよ、1930年から預けられてるという338万。いわくつきやん、もうそれ伝説の300万だ。はよ取れ。何が入ってるんだ。これあのあれらしいです、2030年だと。待つな待つな。ホーム行ってみる。残ったところで何もないかな。何もないと思う。お、なんかあったぞ。お、ああこんなところに。めっちゃあれやな、かゆめな感じやな。登録有形文化財の宇治山田駅、でも確かにこうやって見ると形変わってないな。そうやな、形はそのまんまやな、昭和6年に建設されてるわぜ、クリーム色のタイルのテラコッタ、陶器製らしいな、スパニッシュ様式で。スペインなんやな。スペイン行ったことないから何とも言いようがないよ。だから近くにスペイン村あんのかな。こういうこと書いてあるのかな。ここ見てごらん、神道の玄関口にふさわしい威風堂々とした駅を目指した当時の関係者、評価じゃなかったわ。目指してた、これが思いが伺える。有形登録文化財である宇治山田駅でございます、だからどっちかというとあれなのかな、中っていうと外見なのかな。そうやな、外見が、それはそうやな、中は近代的になっててくれ、と、こういうことでもう終わってしまったから駅は終了ですから。じゃあもうあれやな、せっかくだから周り見てみようか。おう、なんかって登録有形文化財の駅の周りだよ、それも大層な、なんかあるでしょうと、なんかあるでしょうと、じゃあ早速ちょっと周り見てみよう、
商店街かなかったそこ見よう。おガンゼ君外を出てみたけれども、うん、見てごらんよあれ沢村栄治生誕の街。あの沢村栄治ですよ。明倫商店街って書いてあるよ。日本の野球といえば沢村栄治からですから。違うよ日本の野球は正岡子規だからさすがに。そりゃ沢村栄治がおったぐらいなんやから、それはすごいよ。多分めっちゃ栄えてるよ驚くほどの栄えっぷりを見せてくれるよ。まあ、生誕碑徒歩3分って書いてあるんで生誕碑は見に行きましょう。これが商店街やけど岩石は。うん。でもやっぱりあれな、他の商店街通ったやつでも見たけど、うん、服屋っていうのやってんねん。そうやな。基本的に服屋をやる。おばちゃん向けのな。でもやっぱりあれやな、どこもかしこも商店街っていうのは潰れてまうんやな。うん。この辺とか何屋やったんやな。蕎麦とか。蕎麦っぽいな。和食屋っぽいよな。蕎麦か寿司か天ぷらかって感じやな。うん、こういう喫茶店もあるんやな。そうだな。やっぱ喫茶店っていうのは常連がつくから、うんうん、うわちょっとこれやっててほしかったな。酒蔵伊藤いいね。お明倫商店街右左って書いてあるけど近道何の近道なのな。すごいなここ家なんかなこれすごいなこれ。うわでも閉まってるとはやっぱすごいな、うん、レトロ感はすごいな。おいろいろ書いてる。あこれが沢村栄治の紹介ってことか。この写真はよく見るな。あちらって書いてあるな。全力医師。よっしゃこっち行こうか、うん、営業中乾物。あ乾物かこれ何やろ。沢村栄治のなんか、ご自由にお入りくださいやって。100周年記念事業。へえ。これよく見るなこれ。あへえ。野球殿堂。うわカラーで蘇る、まあ、こんなカラー写真は知らんな。あのベースボールマガジンだよねやっぱり。すげえな。お墓に野球ボール。その当時はあれやったかもしれないけど今ここに変わった方がいっぱいある。まあ確かにな。年表書いてあるわ。年表これな。この日米野球はよく映像で見るよな。プロ野球初の MVP。当時のなんかなと思ったら全然違うな。平成15年そうそうそうこっちも影ぐらいですよタイガースの。よし行こう。絶対にこの服屋は開いてんねんなそうやな。なんでやろうな。すげえな服屋服屋しかないもんな。もうなんなら、うん、これか。これが全力医師。全力で医師なんやろな。多分人に負けるな。どんな仕事をしても勝て。しかし堂々とだお前心に刻めよ堂々と。いや違う堂々そこじゃないそこじゃない。どんな仕事をしても勝て。これを心に刻め。これ仕事はジョブじゃないから何やってでも勝ったらええねんっていう。でも後ろめたいことはすなよっていうことやろ。いやもうだから君はだから後ろ指刺される人生なわけやから。だから当時の新聞みたいなのないんかな。さすがにないんじゃない。全部最近やもんなこの辺とかな。うん。これでも95年やもんな。まあ、左から右に書いてる時点で近代やからな。想像以上に閉まってるそうやなめっちゃ上り出てんのにな、うん、やってないんやな。ここはやってるんじゃないだろ。これ夜なんかな。ここしかやってない。夜は夜でまた開くんかね。かもしれんな。夜に開く店が何個かあるんやろな。うーん服屋と飲み屋しかなかったな。まあ岩瀬くんあれやな。まあこの宇治山田駅、宇治山田駅は古いことにより登録有形文化財に指定されて大事に保護されてるわけ、うん、やっぱりこの周りの商店街とか、うん、そういう人々の生活っていうのはやはりその時代の流れによって淘汰されてしまうんだな、うん、はいということで
三重県五十音順名所紹介シリーズ第7弾、近鉄宇治山田駅紹介させてもらいました、非常に短い動画になりましたが、たまにはこういうのもいいでしょう、サンバラ以上生で見たことあるよという人はこういうことなんで、ぜひよろしくお願いします。次回は区でお会いしましょう。ありがとうございました。